皆さん、こんにちは。田中光一です。今回は、掛け算の九九、8の段を一緒にやっていきたいと思います。おめさん飛ぶ、分業編、歌つき。ということで、今回は8の段です。8×1、8×2、8×3、8×4、8×5、8×6、8×7、8×8、8×9 です。OK! ということで、8×1 のことを81と言います。8×2 のことを82。8×3 のことを83。8×4 のことを84。8×5 のことを85。8×6 のことを86。8×7 を87。8×8 を8×9 を8と言います。覚えてね。この 8×3、83、83じゃないよ。83ですね。ちょっと面白い覚え方ですね。81が8、82、16、83、24、84、32、85、40、86、48、87、56、8、64の872になります。872ですよ。81なんだっけ？ 8×1 何？って思ったときは、1×8 って思い出してください。8×2 なんだ？っていうときは、2×8 ですね。このように、前の数と後ろの数を入れ替えても答えは同じです。掛け算の場合ね。意味です。意味を確認していきましょう。8が1個で81が8。8が2個で8216。8が3個で8324。8が4個で8432。8が5個で8540。8が6個で8648。8が7個で8756。8が8個で8864。8が9個の8872です。九九の歌を作らない。聞いてください。81が8。8、3、20、4、8、3、32、8、5、40、8、6、48、8、7、58、9、10、11、12です。今回はこの動画見てくれてありがとうございます。九九、九の段もあるから、よかったら見てください。チャンネル登録お願いします。